前回腰痛予防に使える腸腰筋を緩めてから鍛えるトレーニングを行いましたが、実践してみていかがでしたか？今回は第2弾ということで、インナーマッスルを鍛えて腰痛を改善、姿勢を保つために重要となる腹横筋と多裂筋のトレーニングをお教えいたします。腹横筋は腹筋群のインナーマッスルとして知られており、息を吐く際に活用されます。多裂筋は脊柱の両側にある三角形の筋と腱の束です。背骨についている小さな筋肉ですが、腰部だけ太く大きい筋肉として存在しております。腹横筋も多裂筋もインナーマッスルとして重要な役割を担っています。インナーマッスルを鍛えることで体幹が安定し、姿勢改善が期待できるほか、関節を正しい位置に安定させる効果もあります。それでは実践に入りましょう。今回はマットを使用いたします。はじめに腹横筋を鍛えるドローイン呼吸を行います。マットに仰向けになってください。まずは足を肩幅に広げ、膝を直角にし、手をおへその上に添えます。鼻から大きく息を吸い、約5秒かけてお腹を膨らませます。そして口からゆっくり息を吐き切ります。最初は8秒ほどかけて息を吐き切り、慣れてきましたら10秒ほどかけて息を吐き切りましょう。これを3日に1回行い、1日合計3分目指して行ってみましょう。続いて多裂筋を鍛える手足上げ運動を行います。四つん這いの姿勢になってください。膝は腰幅に開き、手は肩の下に来るようにしましょう。まず左足を床と水平に上げ、その際顎が上がらないように真下を見るようにしてください。そして右手を前に上げて、この状態で10秒間キープをします。反対も同様に行います。バランスが取りにくい方は少し手を狭めて行ってください。それでも難しい方は手を上げずに足だけ上げて行うようにしましょう。最初は3日に1回行い、1日に1セットから3セット行うようにしましょう。いかがでしたか？前回のトレーニングと並行して行いたい方は曜日を分けて行うのがおすすめです。ですが前回同様、痛みが伴ったり症状が悪化するなどが見られた場合は行わないでください。無理は禁物です。